はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回は海道高校で、外野手ですね、育成をしていきます。じゃあまずは、イベントデッキの方を確認していきましょう。こんな感じになってます。で、今回のポイントは、海道高校ブレイクスルーコマンドがあるので、まあ、あんまりね休むっていうコマンドを使用したくないので、精神キャラを入れてます。小平くんですね。まあ割と最近手に入れたキャラになりまして35まで上げました。で、彼女キャラで、キバ妹をお借りしてます。で、この2人は結構相性が、まあ、いいと思って、まず小平くんの金徳ですね。これがあ、なんだっけ、突撃くんみたいな名前のやつ、なんだっけ、普段あんまり取らないから覚えてないんですけど、なんだっけ、あ、そう、切り込み隊長だ切り込み隊長で、切り込み隊長の骸骨を、キバ妹のエピローグでくれると、チャンスメーカーですね。で、騎馬妹の金徳が芸術的流し打ちで、小平くんが流し打ちを持っているので、まあ、お互いフォローし合えると。で、この2人、両方とも自身では、骸骨は取れないので、まあ、2人入れてフォローし合うといったところですね。で、あと海道高校はダイヤのエースのキャラクターが入れられないので、ライチをね連れてこれないんですよ。なので筋力キャラクターがどうしてもね登場を持ってないんで2人必要かなと。滝本はちょっとタックの経験点が低いので、まあ、宇戸くんを入れて、まあ、ちょっと筋力を稼いでいこうと。で、日野くんは、電光石火なんですけれども、今回外野なので、電光石火ではなくてレーザービームを取っていきます。で、まあ、西川、金徳1級入魂なんですけれども、まあ、経験点が結構余裕があれば、直取りっていうことにはなりますけれども、まあ、パワーヒッター、広角打は包容員ですね。まあ、今回は、前さん、後さんですね。滝本、小平、日野が前で、西が宇戸、騎馬妹が後イベになります。まあ、イベントは多分全部消化できるかな。じゃあ練習の方ですね。早速メンタルだなまあ西賀くんなんでやっていきましょう。よし、広角打法をつかみましたね。まあまだ割と初めの方なんで置いておきますか。でコツが続きます。またメンタルか今度はウドか。まあやっていきましょう。パワーヒッターをいただき、で騎馬妹が来たので、まあ、追っていきましょう。小平くんか。小平くんはね、全然使ってないんで、イベントそのものがあんまり見てないんですよね。で、練習を見渡して、これはもう肩ですね。ブレイクスルーコマンドがあるんで、まあ、なるべくねみんなの評価も早めに上げてタッグを組める状態にしていきたいので、滝本とかがね初期評価低いんで上げていきたいんですけど、これはもうここだな。小平君からはちょっとね流し打ちをぜひ取りたい。アベレージヒッターを3でつかみましょう。流し打ちの確率を少しでも上げるために。で、そうするとね、あとね、走塁もね、ちょっくら邪魔なんですよね。走塁はね、やっぱりね、2回で掴みたいんで、メンタル多いな。取れるかな、アベレージヒッター。60くらい必要なんですよね。足りないな、これ。足りないわ。まあ、やるしかないな、メンタル。どうだ？おー、阿部飛か。まあ、これで阿部飛は潰れたんで。まあ、アベレージヒッターはね、日野くんと滝本も持ってるんで、まあ、ここら辺をお互い補えるとなんかメンタル練習多いなこれまあでもね、メンタルのレベルが上がるのは嬉しいですね。まあ、小平くんが、メンタルキャラなんで、で、ブレイクスルーが使えるようになりましたと。っていうかストイックゲージが溜まるようになったので、おお、ちょっとタイミング悪いよ。で、あんまりね、俺もね、このストイックゲージの溜め方とね、ブレイクスルーの使い方がね、まだ全然うまくないんで、
とりあえず貯めていこうと。評価を上げていくので、ここはコーチがいて美味しいんですけれども、日野くんですね。サイガの金徳1回目。小平くん。これ金徳の方だっけ？金徳の方だよね。もう、サイガがタック組めますね。まあ、ウド君もいるし、滝本がね、やっぱり評価がちょっと低いよな。まあ、でもこれは、ウド君の評価を上げていきましょう。滝本がね、結構体力を削ってくるので、そこがなかなか痛いですよね。これは、反復横跳びだな。これ、チームメイト評価が上がるはずなんで。序盤でくれば結構美味しい。うん、いいね。で、まあ序盤なんてこれは寝ちゃっていいかな。ここは休みましょう。一回さて、あとはここは騎馬妹もいるし、筋力を貯めていきましょう。やる気、やる気を上げてくれ。おお、超イケてる。サイガのイベントが結構起こるな。今回はね、後夢の方が軽いんで、前夢が若干重ためかな。やっぱ滝本がね、結構重いんですよね。両方とも福井弁になってるんで、結構いいね。練習は滝本は体当たりは潰しておきましょう。直取りをしますと。で、滝本入れるとね、体当たりを潰さないといけない関係があるんで、まあ宇土くんの重戦車も必然的に取っていくかなと。まあ、だから組み合わせ的には悪くないと思います。これは叱ると。続けていきましょう。どうしようかな。ブレイクスルーゲージが若干溜まりつつあるね。こういう時はまだ練習ができるんで、滝本と日野の評価を上げていきましょう。やる気が1個下がってるね。よし、ありがとう。タックがあるけどメンタルいいね。こういう時にね、小平くん働いてくれるね。だからカイドウはね、精神キャラがね、どれだけ働いてくれるかっていうのも一つポイントですよね。コツがある。ブレイクスルーは打てるけどまだ打たないと。だからここら辺で何かいい練習が来てくれればいいんだけど。沈黙の裏側、これは体力が減るっけ。だよね。ってことはここで使いたいな。これは投げ込みの特訓にしましょう。おりゃー、よし。来てるので、ここはブレイクスルーを打っちゃいましょう。一応見て、滝本の評価まだあれか、足りてないか。ブレイクスルーで走塁と。体力がごそっとなくなったな。てか騎馬妹大丈夫か。あ、メンタル来てるね。騎馬妹の評価がめっちゃ気になる。もうなんだかんだで12月になるからな。しまった、ちょっと練習に夢中になりすぎた。まあ悩んでるんだろうと。これ確かね、小平の場合は勝手にね、進んでいくと思いました。両方とも経験点の違いかな。
あ、いいね、騎馬妹足りてない。しまった、ちょっと誤算だったな。小平くんの働き具合はめっちゃいいんだけど。さすが海道高校、もう彼女より練習だな。2回言うのはなんでと。やばい、告白が間に合うか。滝本が体力を奪ってくる。コツ 13% か。日野くんがいるのでここは練習しよう。うわ、クキッときた、クキッとなったよ今。うわー、めっちゃやられた。部活帰りこっちかー、こっちですかー。これはどうしようかな。回復しよう。評価はとりあえず足りてるんで、こっちやる気上がんないかな。上がった、よしよしよし、ありがとう。小平くん攻めてやる気を上げてくれ。走塁最下か。ちょっと序盤が痛いな。みんな練習してんのか、すげえな。ちなみにね、俺もね、今年のねクリスマスイブ12月24日はね普通に仕事が入ってますこれはどうしようかな。ブレイクスルーのあれを見て回復しておくか。回復できるときに回復しておこう。精神がめっちゃ強化されていくな。ってかサイガーめっちゃイベントが起こるな。あとやる気がなさすぎる。まあここはね体力が満タンなんで普通に経験点を取りに行きましょう。まあ、彼女がいない時だったら海道高校に関しては、まあ、休むっていうかその体力が上がるやつ、健康祈願でもいいとは思います。ここがちょっと微妙だな。まあラブパを狙ってやる気を上げていきましょう。おっしゃー、騎馬妹のイベントが起こらん。さてさて、そろそろブレイクスルーが強制発動になっちゃうからな。よし、切り込み隊長。まだ大丈夫か。小平働くね。どうしようかな。走塁か。走塁ってちなみに3だとどれくらいなの。あー、でも割かし取れるな。取ろう。あと小平って何持ってるの、ちなみに。チームメイトの小平キュンやる気が全く感じられない小平くんに、アベレージヒッター流し、あと内野安打か。まあちょっとメンタルをやっていきましょう。流し打ち、よし。小平くんがね働いてくれるのはすげえ嬉しいんだけど、やっぱりねクリスマスとお正月が一人ぼっちだったっていうところがちょっと悲しいな。これどうする。この量次強制発動しちゃうかな。監督評価も全く足りてないな。これ合宿でのね試合があるんで、なるべく監督評価上げられれば上げていきたいんだけど、ラブパ中だしな。これは悩むといえば悩む。微妙だな。まあコーチでいいや。コーチを狙っていこう。回復してくれるからね、いいね。これめちゃくちゃ確率高いからね。よし来た。
今回の騎馬妹はウブだね。ちょっと告白が遅いよ。言うと、これでも当たり目の消化率かなりいいな。騎馬妹がねイベントが軽いっていうのもいいところですよね。うおーい不眠症。さてさてさてどうしましょうかね。ここは使っちゃいますか。強制発動になって微妙な感じになるよりはどん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 こういうのはね使っていきましょう。でいいのかなそこら辺がいまいち分かんないんだよね。だからよっしゃーありがとう。ここら辺のねイベントは悪くないですね。もう唯一彼女になるのが遅かったっていうそれだけ。あとは後半戦で巻き返していく感じか。そうするとこれで宇戸くんも金徳イベントが終わりと。まあ、重戦車はね別に少しだけでいいんで掴んでくれてやれば。あとはどうしようかな。監督評価か低いよな。監督評価一回上げていくか。ラブパ中だし。どうだ今一歩か。おいおいおいお前ふざけんなこれはやる気が下がったケースだな。危ない危ない危ない。でバレンタインをもらって、もう本当にどちら様ですかだよね。海道高校からすれば騎馬だの大した人材ではない。ここは日野くん。メンタルちなみに誰最下か。まあ日野くんでいいでしょう。やる気を上げてくれ。ありがとうございます。やる気が上がった。でここどっかねまあラブパ中なんで多少減ってもいいと思うんだよね。監督評価、ただ走塁がね2回目なんだよね。ちょっと走塁やろう。ここは3回同じ練習をするとイベントが起こるんで。ここで走塁が来てるんで、騎馬妹もいるし行きましょう。でね能力のね直上げなんですよね。イベントが大体、まあ、何が起こるかはあれなんですけども、上げられるものはなんで上げていこう。ってか初期能力しょぼいな。パワー低すぎでしょ。一応パワーアピールにしたんだけど。で試合もあるのでオールEくらいには整えておきますか。あとはミートを上げていくか。でパワーも D にして、で取れるやつは取っていこう。アペヒパワーヒ広角、流し打ちも取っちゃおう。とりあえずこんなものかな。よし走塁。頼むぞ。これはね成功してくれればかなり美味しいイベントなんで。合宿中のイベントはダメだマジか。根性なしめ。やる気が下がった。そろそろラブパが切れる。おおやる気が。合宿に来てやる気がなさすぎる。これは痛いぞ。日野くんがねやる気効果アップなんで今ねやる気が下がってるからマイナスにね働いちゃうんですよね。あれやる気効果アップ日野くん持ってたっけ。滝本もちょっとしょぼいな。なんかイベントがいいんだか悪いんだかっていう感じですね。ブレイクスルーがちょっと強制発動になるかこれは。そうだな一回メンタルやって合宿中だし強制発動になっちゃったけどコツか。昨日のコツしょっぱい。
チャンス。そうか、まだチャンス1回目か。さあここで勝てないと全てが終わるからな。そしてやる気がない。マジか、このやる気のなさが響いてこなければいいけど、ここを勝たないとねどうにもならないからね。そもそも、おい、言っていられてんじゃねえかよ。マジか、これは自分の手で。眉村カーブか。おお、ちょっとだけ早かった。ジャイロボールだからね眉村。これは抜けない、最悪だ。やってしまった。よし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 、阿久津になってる。ナックル、うわこれはちょっとやだ。これ、うん、振ってもよかったかな今の。ま、最低限最低限だな。まあ、まずはね勝つっていう。ありがとうございます。ここは、まあ、走塁を無理に練習するよりはデートしましょう。全然デートが進んでないな。で、騎馬妹は回復キャラっていうよりは経験点キャラなんで、まあ、2回くらいやってもいいかな。練習次第ではあれだけど、どうすっかね、滝本か。やっておくか。お、これでやる気が上がってくれる。まあ体力をね削られるんだけど、やる気を上げてくれるっていう面では滝本くんはいいですよね。で、アイテム何持ってきたっけ。そう、これ持ってきたんだよな、使っちゃおう。お守りを持ってきてなかったから騎馬妹が間に合わなかったのかな。小平キュンはもう大丈夫なんで、コーチを狙いつつタッグを組むと。で、固め打ち。おにぎり、ありがとう。おにぎりで15も回復するからね。あ、眉村くん。これもね、基本的にはね、上で体力が回復するんですけど、いぶし銀ももらえて、体力いっぱいなんで、これ下ってなんだっけ、阿久津にしたら。代打か。まあ一応、もらっておくか。小平くん。小平くん、コツがやたらいっぱい来るね。内野安打ももらっておくか。で、デートが進んでないね、デートが。次ブレイクスルー打ったらちょっとデートに集中しよう。ここもコツをいただきやんす。もう5月だよ、時が経つのは早い。小平いないか。ここで小平くんが来てくれれば最高だったんだけど、まあそれは贅沢というものか。これで一応ブレイクスルーが打てるようにはなったんで、筋力のねダブルタックが来てくれればめっちゃ嬉しいんだけど、これで2回目が終了と。まあこれは打っちゃいましょう。もうブレイクスルー、滝本くんがねもう少しね経験点くれればいいんですけど、やっぱりな、東条だよな、やっぱり東条欲しいよ。で、ここからは
ちょっとデートを中心に、やってきます。一応小平くんかどうかだけ見る。滝本滝本欲しい、滝本お前が欲しい チャンス。これは豪快なバッティング、カッキン、おい失敗したか。まあしょうがない、そこは。デートデート、やばい、デートがマジでやばい。もうこっからはひたすらデートだな。もうブレイクスルーは打てないかな。前行こう。てか騎馬妹の評価足りるか。あーこれね、回復してくれるんだけどね、ちょっと今は。よし成功したなそうするとやっぱ練習したいよね。ちょっと筋力にするか、メンタルにして臨床をもらっておくか。どうしようかな、臨床っていうか盗塁がまだつかめてないのか、そもそも。減らしておこう体力を。でまたデートをするんで、これはなかなかいいな。6月2週でしょ、マジか。これ悩むね。ブレイクスルー、ブレイクスルーはもうちょっと諦めよう。練習して経験点取れるときに取って、お願いしますコーチ。どうだ、あれあれじゃねえよ。でもういいや、ちょっとデートを進めていきます。でここで体力が回復して、キバお前も練習しろ、こんなとこに来ないで。一応練習は見ましょう。メンタルか、いいところにいるね。どうしようかな、ちょっと完走できないのは悲しいんで、デートして、で最後のね一周とかにね残しておくと、どこに行きますかみたいなことを聞いてくるんでこれはもう頼みましょう。最後のね一周にね残しておくもんじゃないんですよね、デートは。うわーどこ行きますかかみたいな。じゃあこれは日野くんがいるんで練習しておこう。あそうだ下位打線になっちゃった。よくね忘れるんですよね、この7月の1周で能力を上げるのを。まずはサクッと勝ちましょう、サクッと。ちょっと平均的に上げてはいきたい。敏捷が足りねえなーやっぱり全然足らんわ。パワー意外に結構全体的なあれか。ま打てるようにはなりたいんで CC くらいまでには持っていって、チャンスは1回掴んでおこう。固め台座とかあるし、重戦車ももう取れるんで取りましょう。こんなもんかな。いやーやっぱりクリスマス経験点もらえなかったのが痛いな。まやる気普通なんで持ってきましょう。よし OK、 宮原くん、おお2点いられてるよ。誰だよ先発、眉村か。
ゴーは痛い、超痛いよね、デッドボールって。絶対高校野球って高級ですよね、確か高級とかね、あんまり触ったことないんですけど、めっちゃ硬いっすよね。こんなん当たったら死ぬだろうっていうくらい。よし、経験点は大丈夫。そうか、重野か、そういえばジャイロボールだよね。打てっかな、ちょっと自信ないぞ。あれ、小平くん内野安打潰したっけ。潰しとこう。チャンスも取っておこう。キバ妹とのデートは次にすればいいよね。ありがとう。一応コツは見とこう。メンタルか。やりたいけどな。やりたいけど、デートしよう。よしよしよし。完走できない恐れがあるからね。もうほんとどこ行きますかみたいな。どこ行きますかじゃねえよ。やる気が普通で重野くんを打たないといけないのか、ちょっとやだな。何気にパワーが余り気味だな。東条だったらね、筋力キャラ一人でもいいんですけど、滝本一人、宇戸一人はやっぱりね、不安があるよね。一点揺られてるし、すげえな。ここら辺か？いや、ジャイロボール打てねえ、やべえ。これやばい。よし、ナイスナイスナイス。同点で迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で、日々、第一打席は、いやー、やだな、マジやだ。第2球。投げました。よし、大丈夫か。とりあえず行こう。まあ、ジャイロボールしかないっていうのがね、せめてもの救いなんだけど、それでもちょっと打ちづれな、やっぱり。ちょっと早いか。うわこれはちょっと練習しないと。ちょっと待って、ちょっと待って、だいぶ上がるよな。ボール1個分っていうレベルじゃない。しかも重いし。おい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 、待て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 、負けるのは勘弁だよ。こいつからホームランを打つ。444、いい変化球をしてるじゃないか。ちょっと待て。ちょっと待て、とりあえず、ああ危ねえ危ねえ危ねえ。いやー、ちょっとジャイロボール打ちづらい。バタッ。キバのね、爆速もね、久々に打とうとするとね、全然打てないからね。慣れるとね、ポン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 打てるんですけど、 SG とかずっとやってるとキバと戦わないじゃないですか。で、波動高校ね、やったりすると全然打てなくなるんですよね。 17%。 一回そうや、怪我してんだ俺。ここはいいかな、攻めちゃおっかな。どうせ微笑足りねえしな。こういう時は攻めよう。怪我ばっかだな。ま、パワープロとはそういうものだ。やる気がやる気がなくなる。やる気のない甲子園を迎えてしまったな。筋力余ってんな。寝よう、もうここは。あ、遊べばよかった、しまった。さて、このやる気でどこまで打てるか。お待たせ。バッターは日々第9。もうやっぱりな。第2球投げた。C の危ない球。不調だとミートが小さいな。投球はこれから3球目。とりあえず1本。
鉄砲塚の時に打っておきたい。もうちょい右だったか。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー打ちました。で2本目と、もう1本、もう1本回ってきた、回ってきた。この浮き場ちゃんはね、打ちづらいんだよね。1球目ファールから投げました。打ちました。ファールボール。ナイス。球を投げました。打ちました。いい当たり。よし。まあ、とりあえずいいかな、経験点的には。海道甲子園大会初戦を見事突破しました。オーケーオーケーオーケー。試合経験点ボーナスもねついてるんで、だいぶもらえるような。ここでここで小平か。さっきマジで遊んでこべよかった。いやー悔やまれる。まあ俺のミスなんだけどね。ちょっと能力を上げていきますか。肩だな。で守備も上げて。敏捷が足りないね。筋力が余ってるね。あれが取れなかったからな。なんだっけ、アーチストか。アーチストが取れれば、アーチストで130くらい確か筋力を使ったはずなんで、まあいい感じで調整はできたと思うんだけど、まあそこはサクセスなんでしょうがないですね。あ、しました。あ、そうか、カマカリがいるんだ。ここはワンアウトランナー二塁という場面で日々初球を打ちました。振り遅れたな。なんと二塁ランナータッチアップ。負けるぞこのままだと。この回はクリーンアップからの全然打てねえな。トップバッターは日々、今日はセカンド。これはカーブ曲がるね。6か。第2球投げました。これも入ってくるか。投球はこれいい感じで攻めてくるね。打ちました。取りました。ワンアウトランナーダメだ。最後ここで逆転ホームラン。ワンアウトランナー二塁という場面で落ち着いていこう。さあ次の投球。全然落ち着いてねえよ。低め空振り、タイミング合いません。第3球を投げました。これは入ってくる。うお、際で追い込まれました。第4球はちょっと待って、あー疲れてる。投げた。ストレートはもう攻めるね、疲れてるくせに。攻めてきます。ボールカウント3ボール2ストライク。これはしまった。カーブがもうそんな曲がんないわ。いやーちょっとバッティングのしょぼさと怪我と、まあいろいろ重なってなんだかんだ微妙な感じになってしまったけど、5位か。全然スカウト評価上がってなかったな。さてここでチャンスメーカーをもらって、てか経験点どれくらい ?4200 か。5000はね行ってもらいたいっすよね。じゃあちょっと金徳をまず取っていきましょう。芸術的流し打ち。1球入魂は取れない。切り込み隊長を。筋力がやたら余ったな。逆球も取っとく。レッサービーム一応取っとく。筋力余りだな。あ、ラッキーボーイとかここら辺追加されたんだ。連打、リベンジ、インコース、本塁生還とか。なるほど、なるほど。ちょっと余ったな。まあいいや、こいつはお蔵入りの人になるんで。こんな感じですね。まあちょっとイベントとかね、あとまあ自分のバッティングのしょぼさと怪我に泣かされた、ところもあって、まあ微妙なところにはなりましたけれども、まあ、組み合わせ的にはね悪くないとは思います。まあ海道高校ね実装されてブレイクスルーが、あるので、まあ、結構いい高校だとは思いますので、まあ、今後もね編成を変えてサクセスの方をやっていきたいと思います。
で、あとそう、やっぱりね、怪盗キャラクター欲しいんで、まあガチャどうしようかな、ぶっ込もうかなというところを考えてます。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。